朝6時。いつもより30分早く起きて目を覚ますためにシャワーを浴びた。今日は朝早くから出かける予定。もちろんサウナだ。サウナのためなら早起きも厭わない。むしろテンションが上がってすぐ目を覚ましてしまう。大人になってもこんなにワクワクできることが嬉しくてたまらない。さて、今日も思う存分。楽しむとしよう。というわけで今回向かうのは井戸端サウナさん。実は今回お邪魔するのは2回目で、1度目は横手にあるゲストハウス鴨芝さんとのコラボの時にお邪魔しました。そちらの動画は概要欄に貼っておきますのでぜひ見てください。というわけで今回は井戸端サウナさんのホーム東成瀬村ホタルの里公園にやってきました。秋田市から車を走らせることを約2時間、周りを見渡せば雄大な大自然、澄んだ空気がうめえ。この大自然と共にサウナを楽しめるなんてもうワクワクが止まりません。これは田舎ならではの特権だよな。まずは公園内をブラブラしよう。こちらがトラスサウナ。木のぬくもりが感じられて何度見ても素晴らしい。ひたすら写真を撮っていたくなる。そしてすぐ近くには川が流れている。前日の雨やダムの影響で少し濁っていますが、普段は遠目からでも泳いでるヤマメが見えるほどクリアで透き通ってるとのこと。これぞアウトドアといった感じで、すぐにでもダイブしたくなる。いやー楽しみだ。そして前回も堪能した味噌だる水風呂、これも気持ちいいんだよな。整え椅子はインフィニティチェア、完璧な設備だ。さあ井戸端サウナさんの真骨頂はここから。だんだんと流れる水の音が大きくなってくる。はい、奥へ進むと滝があるんです。凄まじい勢いで降り注ぐ水とマイナスイオン、わずかに差し込む光が神々しさすら感じさせますね。この滝を水風呂として利用できるんですよ。最高じゃないですか。ただこの日は前日の雨の影響で普段よりも水量が多いらしく、水柱を受け止めようものなら首が折れると注意を受けました。いやーもういろんな意味で楽しみになってきました。というわけで準備万端、サウナの方を堪能していこうと思います。ではじゃあ入らせてもらいます。ありがとうございます。はい、ありがとうございます。ではいいですね。よいしょ。これだよこれ。よいしょ。中に入って1分足らずで汗がにじんできました。木の香りも相まって最高だ。そしてもちろんロウリュ、好きなだけかけちゃいますよ。
温もぐんぐん上がり100度。いやーたまんねえな。手を熱すぎる。よいしょ、やべ、最高っすね。滝へ急ぎます。うわすげえ。ダッシュすることを約30秒、ようやく滝に到着。すいません、失礼します。すいません、失礼します。マジか、すごすぎる。うわすげえ。気持ちよさ、そして開放感、たまんねえ。そしてインフィニティチェアで休憩。こんなの整わないわけがない。滝の余韻と目の前に広がる大自然、これほど自然を肌で感じられるところがあるだろうか。最高すぎる。続いて2セット目、今度はビヒタを持ってってみよう。森林のいい香りがサウナ内に充満してたまらない。そしてセルフリスキングを楽しむ。血行促進だったり肌の抗菌作用などがありますが、一番はリラックス効果ですね。いい香りに包まれてとにかく心地いい。室温はさらに上がり、もうちょっとで120度。これは気持ちいい。汗が止まんねえ。さすがの暑さにたまらず外へ。せっかくなんで川行ってみたいと思います。さ
早速川へダイブ。ちょっと濁っていますが、水温は15度前後でキンキンに冷たい。気持ちいいな。流れも穏やかでゆったりと楽しむことができる川、滝、味噌だる、この3種類の水風呂が選べるっていうのはここだけだろうな。目を閉じるともう意識が飛びそうなくらい心地いいんですよ。この日は天気にも恵まれた。おテント様ありがとう。そして見てください、この両腕の甘み、ガンガン来てますよね。いやー、体も喜んでいるみたいだな。かじったところで申し訳ないですが、スイカの差し入れもいただいちゃいました。ここで食べるスイカが世界一うまい気がするな。そして3セット目は撮影するのも忘れて楽しんじゃいました。いやー、トラサウナ、滝、川、最高のひとときだったな。夏の終わりに最高の思い出ができました。季節によっていろいろな楽しみ方ができる井戸端サウナさん、またサウナと自然を堪能しに足を運ぶとしよう。ではまた。